今後の生成 AI の開発に必要となる計算基盤、この国内整備目標として累計で60エクサフロップスの整備を目指すと。西村経済産業大臣は、生成 AI の開発に必要な国内のスーパーコンピューターの処理能力をめぐり、2027年度末までに現状のおよそ20から30倍まで増強する目標を新たに掲げました。そのため、今日成立した補正予算では1566億円を計上し、企業などの投資を支援する考えです。